それでは最後にフィナーレ神話を歌わせていただきます、ソプラノは中西優子さん、はい、メゾソプラノとアルトは、私が竹間さんが行ったり来たりして歌いたいと思います。でこのピアノ伴奏は亀井陽子さんが音源にして送っていただきました。それに合わせて歌わせていただきます。ではお聴きください。